ルース系ビーチャーズイノス -27 と変態飛行を行うストリージのミック -29 飛行グループストリージはロシア空軍の展示飛行チームである。チーム名はアマツバメたちという意味。対外向けアピールもありスイフツという英名も使用する。ミック -29 を装備する部隊としてソ連時代の1991年5月6日に結成された。 1986年6月、クビンカにあるクビンカ飛行場の IN コジェドゥープ記念台237展示飛行技術センターに MIC-29 が配備された。その後、各種試験や訓練を経て、1991年5月6日に MIC-29 を装備する展示飛行チームとして、ストリージは結成された。MIC-29 は、 もともと空中格闘戦に向いた戦闘機であったため、展示飛行チームの使用機としては、もってこいであった。同様に、ロシアの隣国ウクライナでもウクライナ空軍の展示飛行チームとして、ミック -29 を装備するウクライイン水機、倉庫類が編成されている。ストリージの装備機は、結成当初は基本型のミック -29 と、 複座型のミック -29UBE であった。その後、機体は更新され、丹崎はミック -29S となった。2017年3月の時点でこれらが寿命に達しようとしていることなどからミック -35 の更新も取りざたされている。機体塗色は、当初は青、白、黒を基調としたものであったのが、 その後中華人民共和国訪問に合わせて青の部分を赤に変更したものが採用された。現在は色調は同じであるが全く別のデザインのものが使用されている。なお赤、青、白はロシアのナショナルカラーである。ストリージはヨーロッパを中心に展示飛行の実績を積み上げて、北が機体の売り込みを兼ねた中華人民共和国への訪問は実現しなかった。 2011年、空軍予算の縮小に伴いチームは、モスクワ野章をもって解散することという噂が出たが、ホームベースを食う、便化基地から移動して存続することが発表された。2017年、ロシア空軍のアンドレイ友人中将は、RNS に対し機材を、ミック -35 に置き換える、予備的決定がなされたと述べた。チームが、展示飛行を実施した国は、以下の通り、 ありがとうございます。